動しといて。普通に砂漠にペンギンが歩いている、奥にもいる、たったえ出てきた捕まえて捕まえて。いやーマジどっから来てるのこれ。めっちゃ来ましたよ。めっちゃ来てる。え、なになにこれ、なにこれ。え、なにこれ。なんかやった今、マイクさん。いや、何もやってない。なにこれ、なになにこれ。え、なにこれ。え、マイクラってこんなことある。あ、なにこれ。やばいやばい、数がおかしい。え、バイオハザードみたい。バイオハザード起きてるよ。え、どっから来た。村人全員死んだとかないですよね。いや、村人は安全安全、家の中入ってる。村人ゾンビですもんね。なにこれ。何これ。え、マイクラこんなことあったか。いや、え、いや、いや、初めて見ましたけど。なんだこれ。よかったら録画ボタン押しといて。なにこれ、なにこれ。やばい。やば。え、スポーンあります？どっかにこれ。スポーンの量より多いと思うよ。いきなりは行ったもんね。ですね、いきなり集団で襲ってきましたね。 どこで湧いたんだ。もう場所が分かってるならそんな怖くはない。いやー多い。多い。なにこれ。俺アイクさんがクリエイティブにしてふざけて沸かしたのかと思った最初。自分は逆ですよ、トモさん。俺がやったと思った。トモさん誰か透明人間入れてんのかと思った。そういうこと。こんばんは。こんばんは。こんばんはじゃないよ、そらさん。大事件だよ。どうしたの。あ、もうの多分アイクさんもやった。いや、何もやってないよね。今どこ。今あの動物マイクラにいるよ。じゃあ見に行きますか。オッケー。そ、遊んだいた。じゃあ行く。ソラさん行くってよ。数匹はいましたよ。へえ。はい、行きます。あのピラミッドのところですね。ピラミッドだって、こっちだ。お、まさかこれ。三毛猫は見たことある。いや、これこれは見たことある。あ、泳いでる。え、泳ぐやつ。アザラシ。あ、なんか泳いでんな。なんだこれ。泳いで、あ、こっち来た。ペンギンじゃない。そうなんですよ。ペンギンじゃん。ちっちゃい。ここにペンギンがいるんですよ。種類じゃないんだ。そうなんだ。これ何ペンギンだ。フンボルトっぽい感じする。フンボルトさんじゃない。フンボルトさんじゃない。ケープさんだ。へえ。ケープペンギン。砂漠の上にいたんですよね。ケープペンギンって砂漠には、いや砂漠は絶対いないだろうな。ここにいるんですよ、ここに。普通に砂漠にペンギンが歩いている。奥にもいる。このペンギンさん持ってけばいい。村に。村に。じゃあ持ってこう、持ってこう。ジャイクさんこれ捕まえて、俺奥の、あ、もう捕まえてるんだ。ナイスナイス。捕まえた。もっとライオンがいたところに口を入れた。え、ああ、そっちね。びっくりした。ライオンのところに入れたのかと思った。元ライオンのところね。元ライオン。とんでもない鬼畜がいると思った今。ケープペンギンは熱帯の気候の島々に生息するんだって。あったかいところいるんだ。ケープってケープタウンのケープ。何ケープタウンって。南アフリカの首都。あ、じゃあそうなのかな。はい、パセさんこんばんは。どうも。こんばんは。ああ、そうだって。ソラさん、ケープ地方にいるからケープペンギンだって。あ、そうなんだ。やっぱりアフリカで唯一見ることができるペンギン。うん。特徴は胸のところに横に1本のラインが入ってるんだって。入ってる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 。おー。面白い。動物一番最初のとこで見たあの大きなあれ、あれ、皇帝ペンギン。あれも捕まえたいね。あれ捕まえたいね。うんうんうん。うん。俺知らなかったんだけど、皇帝ペンギンよりちょっと小さな王様ペンギンがいるんだって。あ、そうなんだ。知らなかった。王様ペンギン。さらにちっちゃなお姫様ペンギンがいる。それは王様ペンギンの子供じゃないの。王様ペンギンは王子様ペンギンとかいるのかな。ややこしいね。ややこしい。おし、じゃあ行きますか。まずジャングルへ行きます。クミさんこっち。ちなみに何がいるのか分かってないけど、ジャングルはだいたい過去の動物モッドの経験上何かしらいるっていうことで来ております。
アニメに錦蛇とかいないよね。ジャングルにいそうな動物って何でしょうね。ゴリラやっぱいそうな。あ、何がいそうかな。いた？もういた？いますね。アクさんとこっちだ。あのさっき。あ、なんか黒いのがいるかも。いますよね。いる。あれはなんかフォルム的にアリを食べそうな。アリを食べそう。オオアリ食い。言っちゃった。オオアリ食い。オオアリ食い。あれは本当に。いたいたいた。動きおっせー。毛の植物もなんか違うよね。立ったー。え？立った。立ったよ。立った。本当だ。これ何？威嚇してるの？威嚇してるの？ガオーって感じ？可愛いけどね、あんまり怖くはないよ。うん。よちよち言ってますけど。よきよき。なんで立つんだこいつ？オオアリクイの説明見とくか。オオアリクイ、奇妙な動物には多くの癖がありますって。愛らしい間抜けな顔と愛らしいユニークな外観。オオアリクイには歯がない。アリを丸飲みするために使用する長さ2フィートの下。2フィートって何？60センチ？うん、昆虫の使いや捕食者を壊すために使用する巨大なクマのような爪を持ってるって。ジャガーは人間と同様にアリクイを過小評価することが多く、殺されることさえあるだって。ジャガーも倒しちゃうの？なのこいつは立つんだ。前足の爪やばいかもしれないね。クミさんつつかれてるよおでこ。もたれかかってるみたい。クミさんに前足が。これなん危ないよ、立ってる。威嚇してんのかな。捕まえますか、オオアリクイ。これはユニークだね、うん、今まで見たことなかった、うん、動物モッドでも。はい、新しい安全なお家にご招待します。エデンへようこそ。あ、入った、ほら入った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 。おお。じゃあ俺持ってるね。はい、うん、オオアリクイ入りました、1個ゲット。なんか白いものがあと思ったらバステンさんだ。俺ジャングル在住だった。ジャングルバステンじゃないのそれ。オージャングルバステン。あ、いや、ね、違った。猫だ、猫だった。うん、動いてるもんあったら猫でした。ね、あ、猫だ、ごめん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 。だから言ったじゃないですか。あ、猿いた、猿いた。嘘。オナガザル2頭。へぇ、キキキキって言ってる。あ、ほんとだ。あ、ほんとだ。おお。これオナガザルなのかな。オナガザルは白い毛がどっかに生えてる気がする、頭とか。そう、じゃあひょっとしてチンパ、チンパンジー捕まえればわかる。あ、一応右クリックすればいいんだ。クモザルだって。好きな食べ物、スイカの種。あ、いた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 。ナイス。中型の騎乗性の猿だって。木の上にいるそうです。手足と尻尾が長いからスパイダーモンキーと呼ばれると。この尻尾が長いのは枝や食べ物を掴むためと、あとまた登ることを学ぶ赤ちゃんのための安全ロープ。赤ちゃんが登る練習するんだって尻尾で。へえ。はい、ワトさんどうぞ。こんばんは。こんばんは、ワトさん。ページ拾ったけどこれ。あ、鳥、あ、違う、クモザルのあの尻尾があのネッシーのあの感じに見えて、俺は鳥なのかと思った。あれクモザルです。あ、ペリカンみたいなのいた。飛んでる飛んでる。ペリカンがいた。ペリカン、うん、ペリカンみたいなのがいる。反対側。あ、本当だ。あ、ペリカンだ。え、ペリカンか。なんだあれ。なんかね、口ずかし長い感じするんですけど、ペリカンじゃないけどペリカンっぽいフォルム。ちょっと飛ぶんですよ、さっきから。ハシビロコみたいなやつ、こいつ。あ、ゆっくり飛んでる。ハシビロコかもしんない。え、ハシビロコはこんなくちばしの形してない。うん、もっと。なんだろう、これ。オウム？右クリック。右クリックすればいいんだっけ？最長だって。すごい空張りがある。明るく色の、明るい色の顔なんだって。大きな鳴き声によって簡単に識別できますと。誰かあったら、クミさんがもう一頭持ち帰りたいようなので。なんかいた？ちっちゃいの。なこれ、あ、ミニ最長。本当だ、小最長。可愛いけどダメだよ。なかなかそう簡単には出会ってくれない。じゃあこれ取れなくなりました。捕まえ
えてるように見えるけど捕まえてないよこれは。取れなくなってるし、これ怖いですわね。いいか諦めるか、ね、一応撮影はしました。カシャ。はい。オッケー。これは鳥？鳥。どっかの家の中にまた別の鳥入れてましたよね。そうだ。よし、じゃあここの家に入れちゃおう。捕まえた。よし、捕まえました。ここじゃ鳥小屋ね。村人の家が鳥小屋できてる。繁殖。そう、家の中？家の中に鳥入れてたんだよな俺。ここ鳥小屋ね。ここだったかな。まだいるのかな、あのパートナー。いるー。あ、ここもあるよ。増えてるー。あ、ここなんかリスかなんかおる、この中。マジ？だから閉じ込めとったな、ここの家。リス、そういえばいたな。ソウルさんが見つけてたな、リス。この家閉じ込まってる。ほんとだ、いる、リスいるわ。あー、ほんとだ。意外に結構動物も捕まえてるな。1、2、3、4、5、6、7、8種類捕まえてる今。ボアリクイ、このタツの可愛いな。威嚇してんのかな。威嚇しとるじゃん。最長、大東小学校に入りました。あ、ナイス、最長。あ、見やすいね、これは。これは最高。え最長、最長の檻最高。あんま今日調子良くない日やね。うん、調子良くないね。キレが悪いね。確かに、ちょっと反省してる今。じゃあ、クモザル解放します。はーい。はーい。プンプン。あー、かわいいよ、サラさん。キキキって言ってる。あ、登りするの危ない。危ないね。登りはしない、登りはしない。繰り返す、登りはしない。出てくるんだと思った。ねえ。危ない、危ない。ジャンプ力すごいね。結構元気いいね。もう一段高くしといた方がいいかな。いや、大丈夫じゃない？大丈夫と思うけど、なんかすごいびっくりして今出るんかな、うん、じゃあこれクモザルさんのコーナーね。うん、クモザルさんかわいい。あ、そういえばどっかに白桃足いたの捕まえてなかったな、あれも。あーですね。あー、ね、ここの先におったよ、向こうに。嘘、それ捕まえとく、うん、結構戦闘力が高かったよ。白桃足強かった、うん、確かに。ねえ、ワトさんが食べられかけてたやつでしょ。そうそうそう、2、3回食べられたよ。3回食べられた。あー、いたー。縄張りじゃん。怒ってる気がする。じゃあ、ワトさんをおとりにして捕まえる。おーい、ワトさん。なんかしれっと、ソウルさんが。ソウルさん悪いのよ。動物モッドになってからソウルさんが悪くなってる。わー、やばいやばいやばい。ピーやピーや言ってる。小島吉岡て。ちょっと良くなった、キレが。あ、それ捕まえれんよ、クミさん。クミさん、やべやべ、疲れてる、疲れてる、クミさん、疲れてる。すごい、クミさん。すごい、うちのクミをやるとは。ちょっと捕まえて。どうやって、痛い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 。どうやって捕まえてよ。無理くないそれ。入れ、入れ。いけ、いけ、いけ、いけ。ピーヤ、ピーヤ。ピーヤ、ピーヤ。やべやべ、完全にクミさん餌だと思ってる。あ、ここ下今入るっちゃうの。今チャンス？チャンス？ただピーヤ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 、よしよ来てる、よしよ来てる。ピーヤ。痛い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 。あ、俺あれ権限がないや。マジ？入った入ってた。入った？入った。おお、やる。ナイスナイス。ガッツ。何？あ、ゲッツね。読みづらいんだよこの人のローマ字。L 入れるから。わあ、すごいモンスター。うわあ。雲とか。うわあ。さっきこの日じゃなかったね、アイクさんね。あ、そう。怪獣大行進。すごい。すごいびっくり。寝る？寝ときますか、ね。わあ、来たー。雲ー。いいー。気持ち悪い、雲に上乗られたー。本物の雲も来たー。本物の雲っておかしいよね。マイクラの雲。確かにちっちゃい雲と大きい雲いる。痛い。お、どうした？わかんない、なんか叩かれた。え、俺叩いてないっすよ。え、違う違う、なんかに叩かれた。疑ってない、大丈夫大丈夫。危ない、危ない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 。離れた方がいい、離れた方が。はい、オッケー。ナイス。今、え、待って、俺の見間違いかな。ライオンの檻の中に餌がいるんだけど、見間違いだよね、これは。あれ、本当だ。おい、お前早く逃げろ。
だなんで？え、どうやって入るとこれ？強制している？この中で湧いた？あ、湧いた？そういうことか。湧いたっぽいね。へえ。俺もいるし。一応白頭足はさ、この中に入れとこっか。降りつくない。久美さん、この中に入れてくれる白頭足のやつだけ。多分もう一回出して、もう一回入れるの大変だろうから。ここに一緒入れとったらいい。あ、別々がいい。だって違う種類だからさ、そこはほらそう。配慮しないと、白頭足側にも言い分があるからさ。確かに。わっさんだって嫌でしょ、同じ人間だって言って、アイクさんと同じ部屋は。それいかんねん。それはダメだ。こっちのセリフだよね、アイクさんね。それは許されんわ。ねえ。じゃあ、冷たいところ行きまーす。はーい。早速いたー、大きなペンギン。あ、ごめん。どうだ、どうだ。この子捕まえていいんだよね。あ、ほんとだ、ペンギンいるじゃん。ピングじゃん、ピング。懐かしいね、ピング。もおじさんしかいねえ、ここ。ピングじゃん。ペンギンいっぱいおるやん。やっぱ冷たいところだね。これ皇帝さんじゃないの、クミさん。ちょっと失礼。あ、これ皇帝さんだ。皇帝ピング。もう捕まえた一匹。ペンギンかわいい。ナイスピング。あ、ナイスソラさん。皇帝ペンミン捕まえた。ペンミンっていう。何ペンミンっていうの。ペンギン。なんでペンミンって言うの？鼻が詰まってる。あ、そういうことね。鼻詰まりペンギンなのね。あ、コペンミンおるよ。コペンミン。もういじってるじゃん。コペンミンかわいいよ。ここコペンミンいるとこどこ？ここがわからん。なんでもそんな遠くにいるの人。対岸対岸。ワンパック構造が。コペンミン。コペンミンいる？かわいい。色がモフモフから。あららら、コペンミン本当だ。みーちゃんの後ろ姿に似てる。コペンミンかわいい。みなさんこっちです。かわいいね。行きます。コペンミンこっちです。歩き方がめっちゃよちよちしてる。ほんとだ。あーと思ってた。あーかわいいね、コペンミン。浮力は。あら、あらかわいい。一生この形でいいけどな。そうもいかないんだよね。めっちゃかわいい。かわいい。確保確保確保。ハニー確保。コペンミン確保。確保。ナイス。確保。確保。2234確保。怖いそう。あとは？冷たいところはやっぱペンミンだけ？なんかおるんかな他に。シロクマ系とかは？まあ一応シロクマ。何おるんだいたい寒いと。なんかね、シロクマもね、一応これのモッドにいるやつなんだって。あ、そうなんだ。なんか知らなかった。違う、うん、普通のとは違うみたい。いや、今クリックしたけど、変わんなかった。マジ？え、これマイクラのホッキョクグマじゃないよ、これ。細かいもん。じゃあ見つけた、やった。あったあったあった、シロクマ、シロクマ、いた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 。ほんとかよ。ここら辺にいたよね、あ、いたいたいた。これこれ。どれどれ、どこにいるのかな。あ、違う、ほんとだ。わ、ほんとやん、違う。明らかに違うやん。立った立った立った。あれ、なんでちびっこが出た？あれ？違う違う、入った入った。ちびっこ出してこれ入った、もしかして。じゃない？そうですね、今。あ、かわいい、こいつ。全然違う。全然違うよね。かわいすぎるよ、こいつ。白熊捕まえてきました。あ、ナイスナイスナイス。説明読んどくか、北極熊。うん。熊最大の種だって。地球上で最大の陸生肉食動物だって。そうなんや。うへぇ。重さが453キロ。やばいやん。直立で3メートル。大きい。めっちゃ餌食べなきゃダメじゃんね。主食はアザラシと魚、時にセイウチ、海鳥、さらにはシロイルカも食べる。イルカも食べるん。うわすごい。減少する北極の氷を象徴とするこのクマは、自然の狩猟場を維持するためにこれまで以上に私たちの助けを必要としている。だからどんどん数減ってきちゃってんだ。あら、うん、北極の氷の面積がどんどんちっちゃくなってて、かわいそうに。ね、それ人間のせい。やっぱり温暖化じゃない、地球温暖化のせいです。あ、よし、うん、降りつくって。え、めっちゃ急に動物園っぽくなったね。うん、ペンギンが歩いてきたと思ってびっくりしたらクミだった、後ろに。じゃあどんどん作りましょう、檻を。うん、檻を見て作ります。檻、うん、檻を見て、今、まあ、檻を見なくてもいいから今作ってほしいな。
これ2個置いたけど、これソラさん何と何なの？両方白クマです。俺も白クマ持ってるから、白クマだけで3頭。3匹おる。怖いねー。ソラさん、1個隙間開けといて。今からクミさんが開けて、箱回収して出てくるから。行ってきてください。まずキミさんやること1、これパカパカパカって開ける。やること2、壊す。やること3、回収する。お願いします。ではキミさんお願いします。いけいけ、うわいけ、あ、これそれノーマル。いや、コツメカヤさん入ってる、コツメカヤさん入ってる。いい、クミさん出てきて、クミさん出てきて、それ俺捕まえる。嘘つきそうだ。え、これ普通の白クマ？自分なら両方白クマです。あれ？これさ、マイクラの白クマやな。あ、ごめん、じゃあ俺がコツメカヤス出したの俺だった、ごめん。白クマこっちですわ。痛い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 。うわ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 。全然違うやん。うわ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 。凶暴やね。うわ、おお、あ、でもなんか普通の方がやっぱ迫力あるね、うん、こっちが普通の、あ、普通の方も捕まえてよかったね。わ、こっち丸いもん、なんか、うん、丸いね、丸いね、首っこが、うん、でかいわ、モッドの方のが。クミさん、ケージが真ん中に置き去りになっちゃった。うん、取ってきて。あ、それでいくん、うん、映しやすいように反対側にも作れた。いけ、いった、取った、出てきて、出てきた、捕まえて捕まえて、脱走した、脱走した。はい、クミさん、ここ、ここ、ケージ、ここ戻ってきて、ケージ、ここていうか、中のそれ壊さんともう一匹も出るんやない？危ない危ない危ない、確かに確かに確かに、それ俺壊す、それ壊した。オッケー、でっかいのはどこ行った？あ、確保しました。ナイス、メンゴいいよ。だよーん、あとこっち側だね。できたできた。よし、コツメカワウソもいった。うん、めちゃくちゃ動物増えたね。一気に増えたね。残りの動物も捕まえて、もうちょっとここ装飾して仕上げていきましょう。うん、はーい。はーい、じゃあ、お疲れ様でしたーん。お疲れ様でしたー。